ガレニンギ2世などへの留学は、教理研究の継続につながった。1979年には、ザゴルスクにある、ロシア正教会のモスクワ神学大学を、卒業している。1983年10月23日、エチミア人で、の部署され、主教となった。1988年、アルメニア自身の被害者支援に、積極的な役割を果たし、教会や、 学校の建築に関与した。1992年に大主教に任命される。1999年、全アルメニアのカトリコスエチミア人ロ総主教に選出された。また現代の技術や通信を使用して、旧ソ連時代との決別、そして新たなるアルメニア首都教会のあり方を模索している。ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世と親密であり、2001年に 同教皇がアルメニアを訪れた際には、エチミア人に宿泊した。2006年には、イスタンブールを訪問。バルソロメオス一世と会見した。2008年にはインドを訪問。インド正教会との関係を強化している。ありがとうございます。